MBTI は自分のタイプが時期によって変わるのですが、なぜか分かりますか？それは変わらないって言ってますよね。タイプは変わらないと言ってます、ね、MBTI 的には MBTI では変わらないって言ってますね。で、変わる理由は自分の自己理解が変わるからみたいな感じのことを言いますよね。認識が変わるというか価値観が変わる。あと、まあユングを元にしているので、はい、まあなんか陰陽の図ってあるじゃないですか。はいはいはい、黒いやつと白いやつのマガダマが合わさったような、はい、あれってこのくるくる回ってる図なんですよね、はいはい、白から黒に入ってっていうのが、はい、あれなんかユングがあれを見てこれだと、はい、ってなったらしいんですけど、はい、まあ変わりますよね。変わるっていうか認識が何を見てるかの話だと思うんですよ。 MBTI って本当の自分って話じゃない、トゥルータイプっていうじゃないですか。3つのうちのね、最後のとこですね、一番下のとか、はい、もう本当の50億人いたら50億あるみたいな、はい、そこのことだっていう話じゃないですか、はい、でそこは変わらないよって言ってるのが MBTI ですよね。なので変わっているのは自分の認識が変わってるんですよね。あと、まあその時の調子とかでも変わりそうですよね。そう、何を見てるかって話じゃないですか。いや、問いを見てやるわけじゃないですか。これを見てこれ自体は変わらないわけですよ。怒ってる事象とかね、はい、はい、これ自体は変わらないけど、これはペンだって思ったり、なんかこれは白だって思ったりっていうのは、その時の気分で見方が変わってるだけの話じゃないですか。快不快もそうですもんね、はい、っていうのが多分 MBTI MBTI ではそういうな定義のことを MBTI の講師の人が言ってました。あと年取ると、はい、どんどん分からなくなってきません？別にそんなに分かろうともしてない。俺ってなんだってそんな考えないですもんね。あ、そうですか、はい、だからなんか若い時の方が自信を持ってこれってできたような気がしてます。はい、例えば外交と内交の中間だったりすると診断するたびに変わってしまう可能性があると思います。はい、そうですね。でもそこが自己認識が変わってるって話ですよね。こういう風に見ればこう見えるし、この角度で見ればこう見えるしみたいな、はい、だからまあ MBTI 的には変わりませんよって言ってるって言ってますね、はい、で16パーソナリティーズとかだとそうじゃないんで、特性論的なので変わりますよみたいな。え、あれタイプ変わるって言ってるんですか？変わるとは言ってないですよ。あ、見方によってあれでも本当のタイプを探す旅みたいな感じじゃないですもんね。エニアグラムも変わらないっていうじゃないですか。エニアグラムも変わらないって言ってます、はい。であれはこう本当の自分みたいなのがどっかにあってあるんですよ。っていうでそれを探しに行く旅みたいな話じゃないですか、はい、あるんですよ本当は、はい、でそれの見方が変われば見え方が変わってるだけの話で、ここのタイプ自体は変わってないみたいな。学びましょう共に学びましょう、はい、NP であることは変わりません。人間根本が変わらないのかもしれませんと。F と T が入れ替わります。あ、そうなんだ。だからこう F と T が入れ替わってるんじゃなくて、はい、見方が変わってるって話なんですよ。 MBTI 的には見方、解釈が違う、解釈が変わってる、はいはいはい、それがいろんな知識が入ったりすることによってとか、いろんな経験することによって解釈がちょっと変わると、これ F だって思ってたけど T だなとかってなったりするわけじゃないですかだけど元の自分っていうのは変わらないですよねっていうのが MBTI だと、もう発見しようがないですね。あ、それを公式の人が導いてあげますよっていう話、はい、導いてあげるって言ってるんですかね。言ってたんでしたっけ。一緒に行きましょうってことですよね。そう、まあ、サポートしますよみたいな、サポートしますよって話ですよね、はい、質問内容でも変わることありますよね。そうそう、そうですね。例えば S と N の真ん中くらいの位置にいたりすると、うん、体調そうですもんね。そうです。で、まあ、質問が若干変わるだけで答えが反対にいったりすることもあるじゃないですか、はい、確かに。